カムサーマエです。今回は食べる、飲む、そして買うという3つの動詞のフィリピン語の言い方と簡単な文字作りを教えさせていただきたいなと思ってます。では Let's start。 まずは単語ですね。と私が今から紹介する単語はこの前のレッスンで紹介したことがある単語なんで、多分覚えてる方々も結構いらっしゃいますと思います。いらっしゃると思います。では始めます。はい、パガイン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 は食べ物です。いいですか。はい、アルムサル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 はブレックファースト、朝ごはんのことです。はい、次はタンハリアン、タンハリアン、タンハリアン、タンハリアンはランチです。はい、次はハプナン、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 ハプナンはディナーのことです。晩ご飯です。はい、次はグライ、グライは野菜です。グライです。グライ。はい、プルタス、プルタス、プルタスは果物です。ビサイ語と同じです。はい、プルタス、プルタスは果物です。はい、次はイスダ、イスダ、イスダはお魚です。イスダです。はい、次はカルネ、カルネ、カルネ、カルネはお肉ですね。覚えてますか？で、カルネンバブイは豚肉、カルネンマノコは鶏肉です。はい、次のバッチに行きます。はい、次はガミット、ガミット、ガミットはものです。もの、ガミットです。はい、あ、反対でした。はい、すいません。パンタロン、パンタロン、パンタロン、パンタロンはズボンです。パンツのことですね。ズボンです。はい、次はメディアスかメディアス、どっちでも OK です。メディアス、メディアスは靴下のことです。メディアスです。この前これ紹介したことがあると思います。はい、パルダ、パルダ、パルダはスカートです。パルダ、パルダです。はい、次はサパトス、サパトス、サパトスは靴です。サパトス、サパトス、サパトスです。はい、次はダミット、ダミット、ダミット、ダミットは服です。クローズのことです。いいですか。ダミットです。はい、次はイヌミン、イヌミン、イヌミン、イヌミンは飲み物です。はい、イヌミンです。ガタス、ガタス、ガタスは牛乳です。ミルクです。はい、次はカペ、カペ、カペはコーヒーのことです。はい、最後になりますが、ガモット、ガモット、ガモットは薬です。メディシンです。はい、よくわかりましたか？次は文法の方に行きたいと思います。次に行く前に今回使う動詞の紹介もしたいなと思ってます。はい、ビリ、ビリ、ビリは買う、buy という意味です。 billy です。これは原型です。元の形です。はい、billy の未来形は bibili です。 bibili、 bibili です。いいですか。はい、billy の過去形は bumili、 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 bumili です。そして billy の現在形は bumibili です。ブミビリ、ブミビリです。ブミビリ。はい、次の動詞はカイン、カイン、カインは食べるって意味です。カインです。はい、カインの現在形はコマカインです。コマカイン、コマカイン、現在形です。いいですか。はい、次は過去形です。コマイン、コマイン、コマインです。コマイン、いいですか。はい、最後は未来形、未来形はカカイン、カカイン、カカイン、カカイン。はい、 OK ですか。はい、次の動詞はイノムです。イノムは飲むって意味です。いいですか。イノム、イノム、これは原型です。はい、イノムの過去形はウミノムです。ウミノム、ウミノム、ウミノム、ウミ
飲むです。わかりましたか？はい。と、過去形じゃなくて、飲むの現在形は、おみ飲むです。おみ飲む。おみ飲む。おみ飲むです。過去形は、おみ飲む。現在形は、おみ飲むです。いいですか？はい、最後になりますが、イノムの未来形はイイノムです。イイノムイイノムイイノムです。はい、よくわかりましたか？次は文作りに行きましょう。文の形は前と同じです。全く一緒です。これですね。はい、ここに入るのは動詞です。ビリー、ブミリー、ビビリーとブミビリーとかですね。で、アコが次です。アコは主語、私って意味です。アコです。で、ナンはウォですね。覚えてますか？ウォですの。ご飯を食べますのウォです。はい、いいですか？で、ここは目的語です。目的語。ご飯を食べますのご飯が目的語。なんでここになります。わかりましたか？今からいくつかの例文をあげたいなと思ってます。はい、最初の動詞はビリです。ビリ、買いますですね。はい、いいですか？はい、1番。私は明日、靴下を買います。私は明日、靴下を買います。まずは、ここに入るのは動詞ですね。買いますなので、ビビリです。ビビリです。はい、次は、アコ。ビビリアコ。私は買いますという意味です。で、ナンメジャス。ビビリアコナンメジャス。私は靴下を買いますという意味です。で、明日があるのでここにブカスを入れます。覚えてますか？ブカスです。だから私は明日靴下を買いますというのはフィリピン語でビビリアコナンメジャスブカス。わかりましたか？ビビリアコナンメジャスボカス。はい、2番。ビビリを過去形のボミリにしましょう。いいですか？はい、例文は、私は昨日メジャス靴下を買いました。私は昨日靴下を買いました。はい、ボミリアコナンメジャス昨日カハポン。ボミリアコナンメジャスカハポンになります。わかりましたか？はい、ボミリアコナンメジャスカハポンです。いいですか？じゃあ今からボミビリ現在形を使いましょう。いいですか？はい、例文は、私は毎日どうしよう、okay、食べ物を買います。私は毎日食べ物を買います。はい、ボミビリ現在形なのでボミビリですね。ボミビリアコナン食べ物パッカイン。私は食べ物を買います。で、毎日洗う洗うです。ボミビリアコナンパッカイン洗う洗う。ボミビリアコナンパッカイン洗う洗うは日本語で、私は毎日食べ物を買います。よくわかりましたか？はい、次の動詞に行きましょう。はい、次の動詞に行きます。次の動詞は飲むです。飲むです。飲むは飲むって意味ですね。はい、いいですか？はい、文の形も一緒です。いいですか？はい、じゃあ例文1。私は先ほど薬を飲みました。私は先ほど薬を飲みました。はい、飲むの過去形はおみ飲むですね。おみ飲むアコナン薬。ガモッガモッ。海のアコナンガモッ。私は薬を飲みました。海のアコナンガモッ。で、先ほどはカニナカニナ、前回のレッスンで習いました。カニナです。はい、海のアコナンガモッカニナ。海のアコナンガモッカニナです。私は先ほど薬を飲みましたという意味です。わかりましたか？はい、次は未来形に行きます。いいですか？未来形に行きます。同じ言葉を使います。はい、例文は、私は後で
薬を飲みます。私は後で薬を飲みます。未来形なので、イイノムですね。イイノムアコナンガモで、後ではママヤです。ママヤママヤです。イイノムアコナンガモママヤ。イイノムアコナンガガモママヤは日本語で私は後で薬を飲みます。いいですか？はい、最後はおみぎの現在形です。いいですか？私は毎日薬を飲んでいます。飲みます。私は毎日薬を飲んでいます。飲みます。はい、おみぎのあこなんがもって毎日あろうあろうですね。覚えてますか？あろうあろうのこと。おみぎのあこなんがもあろうあろう。おみぎのあこなんがもあろうあろうです。私は毎日薬を飲んでいます。では最後の動詞に行きましょう。はい、カイン。カイン。カインは食べるって意味ですね。はい、いいですか？はい、同じですよ。はい、じゃあレボン1。私は今朝朝ごはんを食べました。私は今朝朝ごはんを食べました。いいですか？カインの家屋券はクマインです。覚えてますか？クマイン。だからクマインアコ、私は食べました。クマインアコなん、朝ごはんはアルムサルです。アルムサル、さっき紹介しました。アルムサル。はい、クマインアコなんアルムサル、私は朝ごはんを食べました。で、今朝はカニナンウマガになります。カニナンウマガ、ここに書きます。カニナンウマガです。クマインアコなんアルムサル、カニナンウマガ。クマインアコなんアルムサル、カニナンウマガです。私は今朝朝ごはんを食べました。はい、わかりましたか？はい、次は未来形です。未来形、はい、カイの未来形はカカインです。カカインです。いいですか？では行きますよ。と、今夜レストランで晩ごはんを食べます。今夜レストランで晩ごはんを食べます。はい、場所を入れました。はい、カカインアコ、カカインアコ、私を食べます。はい、カカインアコナン、晩ごはんはハプナンです。ハプナン、いいですか？カカインアコナンハプナン、私は晩ごはんを食べます。で、レストランで、サワデの意味ですね。サレストラン、カカインアコナンハプナンサレストラン。もう一回ですよ。カカインアコナンハプナンサレストランは日本語で私はレストランで晩ご飯を食べます。わかりましたか？よく理解しましたか？と、わからないことがあったらぜひ下のコメントのボックスに書いてください。では今回のフィリピン語のレッスンはここまでにします。ではまた次のレッスンで。パアラン、マラミサラマット、マガンダンガビー。